오늘은 저번 영상에 이어서 코리안 슈퍼보이 최도 선수가 일본의 중소단체인 딥에서 활약했던 경기 영상을 준비해 보았는데요. 그 당시 최도 선수는 대한민국 MMA 선수 중 타격에 있어서 가장 뛰어난 선수로 평가받으며 어린 나이에 비해 배짱이 두둑하고 타고난 싸움꾼으로 유망주로 떠오르고 있었습니다. 딥에서 활동했던 당시 불과 19살밖에 되지 않았던 그는 손꼽히는 일본 파이터들을 연달아 꺾으며 승승장구하고 있었죠. I want to taste the pain. I think I'm seeing all red. Two bullets in the gun, one shot to the head. I need a blank space. Cause everything is a threat, but I never back down. Man, I'd rather be dead. I'm making love to fate. 이번에 일본의 사무라이 파이터 마리야마 쇼지 선수를 맞이하여 어떤 경기를 보여줄지 경기 영상 보시겠습니다. さあ試合が始まりました。日本の勝利、日本の侍勝利。対するは韓国人ファイターのチェ・ドゥホ。まずはローキックから入りました。勝利はパンチを合わせます。この間の試合の後残って練習してて、はい。はい、スパリングしたんですけれど、はい、パンチ見えないですよね。あ、そうですか、はい、やっぱり早いですか。アッパー、はい、ノーモーションですよね、本当に見えない右ですよね、はい、でももちろん綺麗ですし、21歳です。ミドル出してきました。左のミドルです。庄司ローで返しました。チェ・ドゥホちょっと天性のもありますね、はい、左フック、あ、左フック、庄司の左フックです。ですね、ミドルです。厚くさせてかき回して、はい、乱戦やりたいですね。庄司さん、庄司が詰めてきました。左のジャブ出てますね。はい、プレッシャーかけます。目がいいですね。はい、左フック返します。チェットもアッパー、さあ打ち上げる、ああ、いましたね。左が入った、左が入った、庄司の左が入った、決めた、決めた、タックル、タックル、タックル、片足タックルだ。チェットも左、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 効いてる、チャンスですね。パックル選手が、足がついてる、足がついてる、チャンスです、チャンスです、チャンスです。追い詰める、追い詰める、アッパーが返す、そうそう、丁寧にやってます、丁寧にやってます。鼻上げ、追い込みます、はい、いいですね、はい、いいですね。左ジャブ入りました。アッパー左フック、はい、まだ効いてます、はい、打ってこい、いいっすね、いいっすね、いいっすね。打ち合いを望んでいる侍庄司、左、いいですね、ここで丁寧にジャブ打ちます、はい、右、右で返した。チェ・ドゥホも右で返しました。全然死んでませんね、はい、右は。そうですね、はい、そして、はい、右カウンター、そしてこういった振り返りカウンター、さあ潰した、頑張りました、頑張りました。今の聞いた感じじゃなくてただ単に滑っただけだと思うんですよね、はい、はい、いや、右フック怖いですね、はい、ですね、こういった攻撃も大事ですよね、はい、しっかり詰めて5秒、さあ庄司上になります。ナイストップですね、はい、庄司上になりました。プレッシャー、いやー、中村さん、かなりこの先手を踏み切ってハイキックを出しました。庄司が先手を取ろう取ろうとプレッシャーをかけます。右、うわー、この右は怖い、出てますね、はい、右、まだ、それは聞きましたね、これは聞いたと思います。シェイドホの右、そしてパスか、パスか、マウントを取った、シェイドホがマウントを取りました。うわー、一発の右で牽制逆転か、マウントポジションを取りました。ちょっと、あ、そして肘、はい、さらにはバッカー、バッカー、お、素晴らしい、素晴らしいですね、素晴らしい頑張りです。はい、下からの蹴り上げ、長い足が飛んでくる、立ち上がるか、おっと、いい、そうですね、立ち上がりました、すごい、すごい、はい、いいですね、プレッシャーかけてますね。そうですね、右、いや、北村さん、この右が危ないですね、チェッドホ、ね、はい、このジャグ、結果が当て出すんですよね、はいはい、引いてからも左、ショートフックです。さあ、2人とも打ち合いです。緊迫感がある、ミドル、ちゃんと散らしますもんね、はい、そうですね、ローミドル、いいですね。そしてこの右です、左、庄司も左を当てます。この試合では何度かこの左のフックを当ててきました。庄司ジャブです。ジャブあまり取られるとやばいですね、はい、はい、これフェイスかもしれない、あー、踏み込んで左です。
ました。さあそして組んでいった、チェーデフォークが組んでいく、左の脇を刺したのがいる、バックにつくが、残り30秒です。さあ足をかけて倒すか、膝を使います、距離を取った、膝を使いました、チェーデフォークです。そしてミドル、しっかり散らしてきますね、はいはい、打撃を散らしてきます、チェーデフォー右カウンターです。あんまり右バッターに来ました、左ミドルもちょっと怖いですね、はい、アッパー、アッパー踏んでいく、残り時間10秒切っています、第1ラウンド長寿もプレッシャーをかけます、あっと、ここで第1ラウンドが終了、いやー、すごいですね、あっという間、ラウンド第2ラウンド始まりました。まあ中村さん、怖いのがチェーデフォーのやはりあのジャブですよね、はい、的確にやるこれですね、はい、これでベース構え出すよ、これです、ああ、右当てるのうまいですよね、そうなんですよね、はい、ね、左のジャブ、そして、まあ、右のパンチです、右のストレート、逆にあの右に何か合わせられたらいいと思うんですけどね、あのヘッドスリップの部分ですね、はい、対する少女は左のフックが綺麗に当たります、アッパー、やっぱバリエーションがすごく多いですよね、あ、タックル、ここで混ぜてきました、そしてすぐに立ち上がります、少女の球、効きました、効いたか、後ろに下がる、チェーンを下がった、さあどうだ、追い詰めるか、少女まっすぐ出ていく、いいです、素晴らしいですね、はい、左打ち合いになります、パンチの打ち合いだ、アッパーはディフェンスしていました少女、いや素晴らしいパフォーマンスですね、篠さん、はい、この日に向けて仕上げてきました、ああもったいない、倒しました、しかし勝ち上がれるか、どうだ、潰すか、ポジションまで行きましたよね、ああ体重を乗せました、ちょっと北岡さん、これ金網は苦しい位置ですかね、そうですね、マウントですよね、マウントですね、そしてバックマウント、ですけどバックマウントから際ですね、ああ素晴らしい、抜けました、チェーズちょっともったいなかったですね、そして三角か、下からの蹴り入れがあります、早めに足したいチェーデフォー、踏みつけるのも得意ですからね、はい、パンクラスで踏みつけて KO してますからね、そうですね、パンクラスルールの経験もあります庄司、足を払ってまだ足が絡んでいます、いいですね、ハーフで落ち着くのがいいと思います、はい、ハーフガードです、はい、取るんですね、はい、ドゥフォーはちょっとダメージだと息がちょっと上がってるのもあるんじゃないですかね、そうですね、ちょっと動き荒いですよね、今のもクリンジで整えてもいいかとは思うんですけど、はい、さあこれだとリスクありますからね、入った、入った、入りましたね、入った、かなり効いてますね、形勢逆転か、どうだ、サッカーボールが入った、庄司の動きが止まったか、ちょっと効きましたね、効いてますね、あ、そしてサッカーボール、サッカーボール、庄司さん頑張りたいですね、しっかり上で膝だ、膝だ、アッパーだ、アッパー、アッパー、チェーンの方が次、サーブだ、庄司も立っている、庄司も打ち返す、気持ち悪いですね、いや素晴らしいですね、まあ、よく立ちました、日本が誇る侍庄司、さあカウンターですね、右入った、そしてこれはコンパクトコンパクトまとめて止めた、最後は右チェーデフォーの右、庄司を沈めました、なんという試合でしょう、いや素晴らしいですね、はい、素晴らしい選手ですね、壮絶に散った庄司、마루야마 쇼지 선수를 상대로 라이트 카운터 펀치 한 방으로 TKO 승리를 거머쥔 최도호 선수. 마루야마 쇼지 선수는 초반부터 강력하게 밀어붙이며 최도호 선수를 압박하였지만 서두르지 않고 침착하게 기회를 노렸던 최도호 선수의 노련함이 돋보인 경기였던 것 같습니다. 이후 최도호 선수는 일본 단체인 빕에서 9연승을 거두고 UFC로 진출하게 되었는데요. 앞으로 세계 무대에서도 좋은 경기를 기대하며 오늘 영상 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming.